そして秀吉は浮気を繰り返すようになる。へいへい、ふくぬくでじゅー、あのクズ野郎が。犯人袋の尾が切れたネネは暴動を起こす。もう許さん。ネネは秀吉の上司である織田信長に手紙を送り、秀吉の浮気癖を相談した。信長様へ、うちの旦那が浮気を繰り返してます。どうしたらいいでしょうか。信長の居城。おう、あのハゲネズミが浮気をの。手紙を読んだ信長はネネに返事を書く。ハゲネズミがあなたに不満を抱くなど言語道断である。信長の手紙にはネネを励ます内容が丁寧に記されていた。そして手紙の最後には次のように綴られていた。この手紙はハゲネズミにも見せてやりなさい。あんた、これ信長様からだよ。え？手紙を読んだ秀吉のリアクションは想像するしかないが、尊敬する主君からの手紙に血の気が引いたはずである。ただ秀吉の浮気癖は治らなかったという。また。